稚魚から飼育第2弾ローズテールの稚魚だと思います。チョウビが3匹ドラゴンスケール5匹、この子たちの水槽を立ち上げていきましょう。水張って、これもカルキ抜いた水なんですけど、温度はしっかり合わせました。すべて浸水を使ってます。全くバクテリアがいない状態、水槽も洗ってたし、フィルターもね完全に天日干しした状態なんで、バクテリアがまず今水槽の中にはゼロの状態からスタートです。調備の時も一緒だったんですけど、環境は今回全く一緒です。まあ、全く一緒って言ってもスポンジフィルターの数とか若干違うんですけど、まあね、引数とかも前回の半分ぐらいですし、まだちっちゃいっていうのもあるので全然1個で大丈夫だと思います。あとはヒーター入ってないんですけど、ここはね常に暖房が入ってるところなので、ここから徐々に気温に水が合っていく中で適用していってもらえればいいかなということで、この環境で飼っていきます。で、金魚たちの方は一応水合わせはしときました。何かあったら怖いので、稚魚なので、水合わせはしておきました。で、今回ねちょっと違うのがここにサテライトがあるんですけど、まあ、サテライトって言っても虫かごに穴開けてねセパレートできるようにしただけなんですけど、まあ、この子たちまだちっちゃいので、この2匹用にね一応サテライトをね立てております。まず先にねこの子たちから入れていきましょうか。立ち上げ機はね本当に何が起こるか分かんないので、水のね汚れも早いしっていうことで、ね、そこだけ注意ですよね。よいしょ、まずは2匹ですね。うん、大丈夫そうですね。まあ何かあるとここでねいきなりプカーってなったりするんですけど、今のところ大丈夫そうですね。はい、ということでこの2匹は、ここの隔離ゾーンで、生活してもらいます。はい、じゃあ後の子たちもどんどん入れていきましょう。よいしょよいしょ、はい入りました。ということでこれで全部ですね、まあ、かなり広くなったんで大きくなるスピードは速いと思います。で、水温もね、まあ、一番ね成長速度が速くなる水温だと思うので、まあ、この水温でしっかり餌をあげて育てていきます。で、今この状態だとまあ全くバクテリアがさっきも言ってるようにないので、こっからがね勝負ですね。バクテリアが湧くまで、まあ、餌をあげてうんちとかしてもらわないと、まずねバクテリアの養分になるものがないので、そこをまず増やしていくんですけど、で最初はやっぱり消化サイクルがしっかりしてないので、どんどんアンモニアとかね本当に魚毒性が高いものが出てくる時期っていうのがあるので、そこを乗り越えるためにしっかりと水替えをしていくっていうのが大事になってきます。ということでまず1日目はこんな感じですね。どん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 水替えてバクテリアを沸かせながら、で とはいえバクテリアが沸く間に毒素がね蓄積する速度は速いので、それを解消するために水替えでなんとかこうカバーしてあげながらっていうのが、まあ、立ち上げ時期のやっていくことなんですけど、こんな感じで飼い始めました。ただいま3日目ですね。だいぶ白濁りしてきました。こんなもんでしょうね。立ち上げ初期は本当に白濁りとどんどん戦っていくような感じですね。まだまだ全然バクテリアがいない状態で、アンモニアはねあんまり分解されないんですけど、水替えしっかりしてあげればこんな感じで元気にしているので、これでね水替えをしっかりやりながら管理してあげさえすれば、このままねまた、1週間ぐらい様子を見ていきます。はい、ということでなんだかんだ1ヶ月ぐらい経っちゃいました。まあ、見てわかるくらい大きさに変化があるんじゃないかな。ちょっといきなり暗い報告で大変申し訳ないんですけど、ローズテールの子が1匹落ちてしまいましたね。打ち上げ期1週間ぐらいですかね。自分の環境にうまく適応させてあげられなかったっていうことが一番の原因だと思うんですけど、本当に僕の不徳の致すところではあるんですが、まあ、このちっちゃい時の魚というのは本当に不安定な時期でもあるので、その可能性はねもちろん承知してたんですけど、前回の調理の時は特に何もなく成功できたので、そのままうまくいけるかなと思ってたんですが、この子たちに関しては今のところすくすくと元気に育ってくれてますね。まあ、見ての通りとにかく大きくなったんじゃないかなと思います。ちょっと近くに行きますね。まあ、まだね水替えメインの飼育なので、水はそんなに綺麗じゃない。あとねちょっと今掃除して水替えした直後なんで若干白濁りが激しいですが、まだやっぱりパッキパキな状態ではないですね。ただまあ大きさはかなり違うんじゃないかなと思います。お迎えした時より、まあ、ランチューとかは特にかな。あとデメキンもねかなり大きくなった感じがわかるんじゃないかなと思いますね。もう5センチぐらいはあります。稚魚の状態から言うと、まあ、少なくとも倍にはなってると思いますね。でローズテールの子もねセパレートに入れて飼育してたんですけど、もう普通に合流して、まあ、大きさ的にはねちっちゃいランチュー、一番ちっちゃいランチューのことそんなに大きさは変わらないぐらいな。ちょっと置き場所を変えた関係でヒーター入れてるんですけど、前はねあったかい部屋に置いてたんですけど、今ちょっと寒い部屋に置き直したのでヒーターで今度水温を固定してます。あとは特に変えてないですね。昨日ぐらいにちょっと砂利を入れましたけど、それ以外は特に何も変えておりません。ローズテールを1匹落としてしまったのは本当に悔しいですね。まあ、これからちょっとこの水槽も生物ろ過に傾けていくかどうかっていうのはちょっと検討中ですね。まあ、今まだ寒い時期なのであんまりこう水の悪化も激しくないんですけど、まあ、今後ね夏とかになって暖かくなっていくにつれて、
またそのお水の中の状況も変わっていくので、まあ、ちょっと屋外に出したいなっていうのは当初思ってたんですけど、まあ、今安定して、まあ、これからね春になるまでにどうなっていくのかっていうところもあるので、まあ、ゆっくりそこは考えながらやっていこうかなと思ってますね。まあ、水の色でいうと多分ねこの上の水槽と下の水槽同じ場所にあってで、まあ、見ての通り水の色が全然違うのが分かると思うんですけど、まあ、ちょっと上はね苔生えちゃって、まあ、前面しか掃除してないんでこんな感じなんですけど、今上はもう半年ぐらい経ってるので、まあ、完全に生物ろ過サイクルは立ち上がってる状態ですね。これはもうろ過フィルターを入れて、半年ぐらい回しているので、まあ、至る所ろ材スポンジフィルター壁面至る所にバクテリアが完璧に定着している状態なので水がピカピカですね。で対してこっちはね、まあ、もう1ヶ月経ってるので水自体はそこそこできているしスポンジフィルターにももうだいぶバクテリアはついているのでアンモニアとか硝酸が出るようなことはないんですけど、まだ言ってもね、まあ、立ち上がりで言うとそこまで完璧ではない状態っていうのが、まあ、見てわかるかなと思います。こっちは結構まだ水替えもまあ、ヒーター入れてるのもあるんですけど水替えも結構頻繁にしてますね。まあ、餌いっぱい食べてもらって今大きくしてあげたいなと思っているので、まあ、その甲斐もあってランチューたちかなり大きくなったんじゃないかなということで、レア稚魚の水槽本当にね1匹だけ落としてしまったのは本当に残念ですね。どこがいけなかったのかなっていうのは常に考えてはいるんですけどね、という形で、まあ、立ち上げ編ということで立ち上がり、まあ、まだ完全に立ち上がってはいないと思います。1ヶ月ぐらいなのでね、水の環境としてはだいぶこなれてきたし、金魚たちもねもう環境には多分慣れてると思います。餌も本当にすごくよく食べるし動きも常に活発なのでうちの水の環境にはすっかり慣れてくれてるとは思うんですけど、あとはここからどんな環境に向けて動いていくか、まあ、また外部フィルター入れるのもいいかなと思いながらも、まあ、ジョブフィルターでもいいかなとかいろいろちょっと考えてはいるんですけど、まあ、ちょっとその辺もゆっくり考えながら飼育していければいいかなと思っております。ということでね、ランチューもねだいぶドラゴンスキーっぽく、まあ、よくね鱗が分かるようになってきたのかなという感じです。あとはパンダチョウビの色変わりとローズテール の, 尾っぽの綺麗な形がよく出るかどうかっていうところをね楽しみにしながらゆっくり買っていこうかなと思っております。ということで、立ち上げ編とちょっと間が空いちゃったんですけど1ヶ月後、まあ、こんな感じでだいぶ大きくなりました。ということでご視聴いただきありがとうございました。またねこの子たちの成長記録という形で動画を上げていきますのでぜひお楽しみ。それではバイバイ。このチャンネルはですね割と金魚に特化したチャンネルになっております。金魚を飼っている人金魚を飼っていない人どちらも楽しめるようなコンテンツ作りを心がけています。金魚とは別にですね犬のチャンネルも運営しておりますのでそちらの方ももしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。皆様の日々の応援の声が活動の励みになっておりますのでぜひぜひチャンネル登録して、動画をチェックしていただければと思います。それでは別の動画でお会いしましょう。